皆さんこんにちは。こんにちは。目から鱗の時間です。パーソナリティのウィッチとゆみちゃんです。24時間常時放送のインターネットテレビシャナラ TV がお届けする目から鱗。今輝いている人の人生の転機のきっかけ、まさに目から鱗が落ちた瞬間を紹介し、ご覧いただいている皆さんの人生の転機のヒントにしていただく番組です。緊張する。なんで緊張する、なんか素材が大きいのが2つ落ちちゃいましたみたいなね。今日のゲストさんはね、かなり前から知り合いなのに、はい、身近な存在になってるの気がしてなくて、ふと来たら、なんか同じ、同じ匂いが2つ。うわー、辛い。いけるかな、もう大丈夫かな。身近な存在になってるっていう。わかったわかった。もうめっちゃ楽しそう。もうその方に来ていただいて、いろいろね、その辺のまあ、あのお知り合いになってから、今まで紆余曲折いろいろあったでしょうから、そういうような話も聞きたいと思います。 OK です。どんな人がおいでになるか、こういうのがもう一つここに来ます。皆さんご期待ください。はい、ありがとうございます。いってらっしゃーい。 CM です。いってらっしゃい。帰りなさーい。はい、実は、はい、圧が、歴史バルーンパフォーマー、はい、マイルさん、もうこんな肩書き知らんな、はい、いやいや、ありがとうございます。はい、お名前は、はい、ということでね、あのご紹介に預かりました、黒歴史バルーンパフォーマーことスマイルです。よろしくお願いします。イエーイ。ということで、いや、はい、もう知り合いになってからもうだいぶ経つんですけども、いやいや、もうウェッチさんお久しぶりですよ、ね、5年半ぶりですもんね。そうですよね。呼んでいただいてありがとうございます。気がついたら知らないシャナナファミリーになってるやんって。ああ、はい、同じ放送局でね、あのゼロスタイルっていうトークバラエティ番組やらさせていただいて、ね、はい、それも気がつかへんなんだっていうのが、はい、パッて言って、いたはるやん。いやいや、ありがとうございます。いやそれなんで、はい、っていうのも聞きたかったし、はい、一遍出てもうて、はい、今まで何してたんっていう何してた、いや、黒歴史やってました。何してたんっていうか、はいはい、パフォーマンスは、はい、どういうことをやってるのか知ってるんやけども、はいはい、今までウェッチは知ってるけど、見てる人知らないかもしれないので、ちょっとお伝えいただいてもいいですか。うん、はい、やっていただいて、お伝えいただいてもよろしいですか。なるほどなるほど、はい、いや、どんな、はい、黒歴史やれって言うんかなと思って、いやいやいや、お伝えをいただければ大丈夫です、ね、はい、もう辛い、どうぞ、はい、あ、辛い黒歴史バルーンパフォーマンスって言って、はい、まあ、あのパフォーマンスがなんか黒歴史に残りそうなパフォーマンスっていうので、ちょっと怖い怖い、それ子供が見ても大丈夫なやつですか。いやいや、それはもちろん大丈夫なんですよ。本当ですか。怯えが入ってきた。はい、はい、どうぞ続けてください。風船のね、かぶり物をかぶって、そうそうそう、まあ、前が男の子、後ろが女の子で、自分の音声を吹き込んだ、データで、物語を作りながら自分でやってるんですけど、それがあまりにもなんか黒歴史に残りそうということで、まあ、自分が黒歴史バルーンパフォーマンっていうことで、ちょっと名乗ってるんですよ。なるほどですね。はい、まあね、実際黒歴史言ってますけど、結構ね、うんうん、受けはしてるんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。絶対子供受けしそうな気はします。そう、子供受けするよね。いや、結構年配の方も受けたりね、はい、しているんですけど、ちょっとお兄さんお姉さんの方はちょっと知らあ、ちょっと私はここにこんなガラガラガラしちゃうと思うので進めていただいてもよろしいですか。いやでもゆみさんも見たらもしかしてちょっとね、ハマるかもしれないです。はい、で普通はい、バルーンパフォーマーの人って、はい、近くで見とかな分からへん感じのパフォーマンスが多いんやけども、はいはい、スマイルさんのやつは、はい、遠巻きで見てても分かりやすいんですよね。いや、ありがとうございます。想像がつかないとか、ここにお写真出てる状態ですから、皆さんこちらに注目です。コロコロね、顔変えたりしてるんですけど、うん、でもね、まあ、黒歴史名乗ってますけど、もともとちゃんとバルーンアートはやってたんですよ。はい、スターワンちゃん作ったりとか、
ね、僕キャラクターものが多いんですけど。キャラクターどんな感じですか。まあ、あの著作権かかるんでね、 あんまり言うのはあれなんですけど、はい、まあ、人気アニメキャラクターであったりね、子供が喜ぶやつね。そうですね、まるまるマウスとかね、あんまり、まあね、ネズミマウスとかね。あ、いやいやいや、まるパンマンみたいな。あ、まるパンマンね。あ、そう、そうです、そうです。まあ、そういったものを作ったりしてるんですけど、はいはい。なるほどですね。今ね、ちょっと失礼させていただきます。マイク遠ざけてくださいってで、ね、はいはい、書いて、ユミさんがね、はいはい、あの、はいはい、ちょっとね、あの、圧がないかな、圧がないそうなんですよ。なんか本番になるとめちゃめちゃノリノリになりましたね。いやいや、ありがとうございます。なんなら少し椅子下げてもらってもいいかな。椅子下げて、ちょっと下げましょうか。いや、若干ね、気持ち10センチぐらい下がっていいですか。いやいや、カメラのね、映りも映ってますから大丈夫です。映ってもらう、あ、大丈夫。10センチ下がって、センカーおれへんから。あ、そうでしたっけ。橋なん違う。ああ、そうかそうか、橋でしょ。だから映りますよ、僕の位置やから、はい、だからマイクの、はい、位置が、いやっていうか、なんかめっちゃ欲しがりますよね、うん、下がるだけでこんなになんかあの拒絶されるなんて思わなくて。別にあの画面から出てくれとは言っていないので。いや、大丈夫ですか。はい、はい、大丈夫です。下がったんでね、はい、そうなんですよ、バッチリとね、はいはい、あのこれ以上やると私ちょっと切れますから、気をつけて進めていきましょうね。はい、いや、まあ、ね、話に戻ると、はい、一応バルーンアートもね、ちゃんと真面目にやってたんですよ。もともとストリートで、まあ、日本全国海外ずっと回ってまして、はい、うん、まあ、そっから海外回ったあれで、あのイベントメディアに呼んでいただけることになって、うん、で、まあ、きっかけっていうのが24時間テレビのちょっとイベントに呼んでいただけることがあって、そこで初めて黒歴史バルーンパフォーマンスっていうのをちょっと初めて完成して、そっからですね、そこからちょいちょいとして黒歴史バルーンパフォーマーっていうのを習うようになって、はい。普段はどういうところで活躍、全世界ですか。まあ、もともとずっとやってて、はい、そこからまあイベント会場ですね、イベント会場であったり、はい、全国世界。いや、海外はね、まあ、ストリートだけやったんですけど、すごいですね。どんなとこ行かれたことあるんですか。アジアですね、アジア圏、はい。反応ってどんな感じ。ね、まあ、国によるんですけど、はい、シンガポールはめっちゃ受け良かったですね。へ、はい、でもシンガポール規制厳しくない。いや、まあ、うるさいんですけど、うん、まあまあうまいことね、うまいことね、くぐり抜けてやってたんですけど、シンガポールで、はい、次にどこ、あとどこ行かれて、台湾と香港とマカオと、マレーシアとタイですね。結構行ってますね、6カ国、はい、なるほど。はい、自分でじゃあ行ってみようみたいな感じで行かれて、あ、所持金5000円だけ持って片道切符で行って、で空港で寝泊まりしながら、はい、やってます。それ電波少年みたいなノリで言ってる。あ、そうです。あのカメラないバージョンです。はい、ありがとうございます。それは怖い。だから強制送還されるパターンやね。危険やん。いやもう何回も、ね、呼ばれてもいないのに一人電波少年で行ってみたいな。そうですそうです。あ、でもそれがあって、なんかすごいやつおるっていうので、ちょっと、はい、話題になって、ちょっとあちこち呼んでいただきます。ちなみに何年ぐらい前ですか、そう、あの海外、ね、海外はね、はい、7年前ぐらいかな。まあまあ最近ですね、知り合う前後ぐらい。そうですね、ちょっと前ですね、うん、まあまあ最近やってびっくりした。でもその前がずっと日本全国5周してたんですよ。5周、はい、5周、日本は所持金ゼロスタートのヒッチハイクでずっと回ってて、すごい、はい、そうですね、こうやって乗せてみたいな、僕どこ行きます。あ、そうですそうです、そうです、はい、あ、何々方面お願いしますみたいなんで、どんな人乗せてくれます、日本だと。いや、もうバラバラですよ、ほんまに。トラックのうんちゃんも乗せてくれるし、トラックの運転手の人ってね、年月話にね、ああそうですそうですそうです、ね、はい、そうなんです。でももう今のご時世だとちょっと厳しいものがあります、ね、今はもうね、結構配信だけですね。あ、そっかそっか。まあね、あの言ってたコーナー放送局で、まあ、番組やってるラジオやってはってるね、なんか。あ、そうです、ここ来る前は、はい、ローカル FM で、ねね、2年半やってたんですけど、ね、まあ、その後にですね、もともとネットテレビで番組やりたいっていうのがあったんで、うん、で、まあ、ここね、シャナナさんの方にもずっと前からお話はしてたんですけど、うん、まあ、なかなかね、やっぱり予算的なものっていうのはあるじゃないですか。予算的なものね、ウエッツさんともその話してましたよ、5年半前、ね、なかなか渋い話になってますけど、置いといて置いといてね、はい、置いときましょう、それはね。 うん、まあ、その、まあ、きっかけで、はい、まあ、ちょっとね、お金に余裕もできて、うん、ちょっとここに話持ってきてやりたいですっていうので、まあ、漫画の構成みたいなものも、はい、ちょっとあのハードル下がったのもありますよね、なんか。なんかその辺はちょっと置いといて、ね、その辺はいいです。その辺は全然いいです。それも置いとく。それでいいです。その辺はなんかそういうなんかうちうちの話はちょっと置いといて、はいはいはい、パフォーマンス部分でちょっとね、もう盛り上げていく方が見たった、喜ぶと思う。はいはい。
そういう話じゃない、社長どうでしょうとか、そういう番組でやっていただきたいから。そうですよね、はい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 、楽しい話しましょう。楽しい話、はい、そうですよ。ネット配信 の、はい、その方法っていうのは、はい、ここ以外には何、あ、今ね、うん、ずっとハマってるのが TikTok、うん、実はやってるんですけど、うん、今初めて1ヶ月ぐらいなんですけど、うん、なんとフォロワーがね、今1200人って。マジで、ちょっと帰ったら息子に聞いてみよう。いや、ありがとうございます。はい、あの黒歴史バヌパフォーマンスマイルで検索していただいたら聞いてみます。 TikTok 出るんで、ちょっと後で感想をお伝えしますね。中学生男子結構厳しいですよ。まあ大したことないやんって言われたら女性に言ってください。期待してます。はい、うん、まあ、内容としてはね、はい、あのバルーンアートを、まあ、黒歴史に残るような感じでちょっとやってるんですけど、うんうん、まあまあこれがちょっと受けが良くて、まあ、黒歴史より作品がいいっていうコメントの方が多いんですけど、はい、もう黒歴史いらんでスマイルっていうのでね、結構言われてるんですけど、ね、いいじゃないですか、もう、うん、いいじゃないですか。まあ、何でもいいです。なんかキャラがあれなので、ラジオもったいないからテレビでよかったですね。うん、ありがとうございます。見てもらった方がいいじゃないですか。はい、いやいや本当に、そうそうですね。ラジオ僕、はい、実際に聞いたことあるんやけど、え、ほんまですか。半分くらい笑ってるよ。あ、一人で笑い声しか聞こえないっていう時もあった。ほんま、まあまあ笑ってますね。本当に初期の頃よう笑ってましたよ。はい、僕ラジオ実際に聞いた時、まあまあ、半分くらい笑ってる。でもね、でもね、笑うしかないっていう時もあるじゃないですか。まあまあ、まあね、ほんまにそうですよ。ね、どうしよう、はい、繋がれへん、笑っとけ、はい、みたいな。いや、だからスマイルさんなんやなと思って。あ、いいな。なるほどね。あ、そっからスマイル。あ、ちょっと待ってください。スマイルさんってなんでどう、そっか、どっから来てそのお名前にされたんですか？あ、きっかけはね、うん、あれなんですよ。もともとスマイルじゃなかったんですよ。まあ、下の名前で、はい、ゆうすけっていう、まあ、名前で。うちの息子と一緒やん、ゆうすけ。びっくりした。やめて、こんなんなるんかなって。息子です。お母さん、ママ。怖い。ちゃいます？怖い、怖い。でもなりそうで怖い。バラしちゃダメでした。いや、でも本当、いや、大丈夫です。あ、ちょっと今、心の準備が。ママ、大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫。ちょっとキャラ被るかもって、ちょっと今、見れました。大丈夫です。はい、まあ、話を戻して、ゆうすけさんが、はいはい、スマイルさんになった理由って、あ、まあ、スマイルになった理由はね、きっかけとしてはイベントなんですよ。まあ、24時間テレビの、まあ、イベントを出させてもらった時に、はいはい、ちょっと名前変えようと思って、はい、で、何がいいかなって、ほんまにもうインスピレーションですね。天から降りてきたっていうか、めっちゃいい。で、スマイル、あ、スマイルで行こうっていうので、天から降りてきたの？あ、ほんまにそうですね。いいな、はい、私も歌を歌う時のね、名前をね、変えたいなって思いながら全然降りてこないんですけど、そして聞き方教えてもらっていいですか？全部何もかも北本由美子になってるから、ちょっと何が欲しいと思って。普通にアルファベットで由美とかとかで結構。いや、ありがとう、優しい。なんか合いそうじゃないですか。 ありがとうございます、ね、もらいました、由美もらいました。顔ちょっと渋い顔されてますけど、ちょっと安直やな、どうしようダメやなみたいな。なんか聞かない、みんなが呼んでる由美さんっていうか、あだ名があるんよね、実は、はい、そうそうそう、由美ちゃん、由美さんなんでアルファベットでね、あ、ありがとうございます。いいかなと。でもなんかないかな、はい、アーティストネームみたいなね、そのスマイルさんみたいな、なんかないかな。ウェッチ、ウェッチってあるでしょ。あ、僕子供の頃からのあだ名ウィッチ。そうなんです、まあ、子供の頃から降りてきてたらしいので、子供の頃からウィッチって呼ばれてたの。いいですね。子供の頃からそれでユミちゃんだよ、ずっと。なんかちょっとまた降りてきたらいいな、ちょっといいかもしれない。はい、いやで、ね、スマイルさんになられたと。そうです、そうです。でスマイルさんに なる前と なってから、え、なる前となってからと、なんか変化とかってありますか？もう全然ちゃいますね。どうちゃいます？本名でやってた時はだってイベント出てなかったですもん。え、スマイルになった瞬間バンって、まあ、海外行った後やったんで、皮むけてるわけね。一皮むけたか知らんけど、まあ、おもろいやつっていうので、はい、呼んでもらって、そこから本当にトントン拍子でしたね。自分から海外で武者修行みたいな感じなんですか？いや、ね、10回ぐらい死にかけてるんで、ちょっと待ってください。その話は聞いても安全なやつですか？全然、自分の番組でも話してるし、他のゲスト出演した時も話してるんで、うん、全然大丈夫。ちなみにさらっとちょっと聞いときたいかな。それもちょっと一応ちょっともらってもいいですか？なら海外で一番やばかった話。やばかった話ぜひ。っていうか、まあ僕ね、シンガポール、まあ正直ね、ほとんど持たずに5000円で片道切符で行って、はい、でシンガポールから陸路でずっと北上してたんですよ。陸路で。で、タイの、ヒッチハイクで。
いやさすがにバス乗ってます。正直になるのに。さすがまあ稼いだお金ね。大道芸人風で稼いだ。はい、バルーンアートでね、はい、稼いだお金で回ってたんですけど、はい、タイの南部から、プーケットまで長距離バスで移動してたんですけど。シンガポールからタイ？シンガポール、マレーシア、タイ。マレーシアで、うん、それずっと陸路で行く。陸路で、はい、北上して。安いもんね、バスね。あ、そっちで。安いですよ。安いもんね。ほんで、入りやすいんですよ。入国しやすいんで。なんか、こんなゲートみたいなのがあって、そこ、ね、くぐるだけやから。そう、はい、行け行け、みたいな。いやめっちゃ楽なんですよ。マジで。で、行ってたんですけど、はい、タイの南部ってね、実はあそこテロ多発地帯なんですよ。そうよね。危ない危ない。僕プーケットのずっとバス乗ってて、そこの深夜、はい、着く前の深夜12時ぐらいですね、手前でバスいきなり止まったんですよ、はい、なんやなんやと思ったら急にこれぐらいのライフル持った兵士がいっぱい大量にブワー乗ってきて、なんやこれと思って、はい、ちょうどね政権も軍に変わった時やったんですよ、タイが。いや本気でこれやられるわと思って、うん、で何をしたかというと寝たふりしたんですよ。なるほど。いやいびきもちゃんとね、はい、作って、はいはい、んでまあ隣に、ね、変な怪しいおっさんがいたんですけど、はい、そのおっさんだけは金出せパスポート出せってめっちゃ突っ込まれてるんですよ、はい、いやこれはやばい、ほんまにやられると思って、うん、もう必死にデータしてやってた。それなんでクリアできたんですか。いやもうそれで、まあ、兵士たちがブワーって降りていって、まあ、無事プーケット着いたんですけど、でそのバス停でね、あの野宿しようと思ったんですけど、うん、あの犬に噛まれそうになって狂犬病になりそうやった。怖いってもう何それ、はあ、もうこれ結構ね鉄板ネタで、もうスタッフの人もねそれ聞いたでって顔してますけど、それで一晩に2回やばい目にあったってことですよね。はい、はい、そうなんですよ。めっちゃ嫌やんもう。あの海外で一番やばかった話はそれですね。うわ、はい、そんな銃持った人とかやったことないよ。アジアに行って、はい、犬には噛まれるように気ぃつけっていうのはもう狂犬病になるんでね。そうなんで狂犬病になったら死ぬ、ね、そうですそうです、ですよね、はい、もう一発で死ぬ。そうですそうですそうです。きついからね。そうなんですよ。ああやばかったですね。それがもうナンバーワンですか。まあはい、他にもまあいろいろエピソードあるけど、できればなんかちっちゃいとこから大きいの見てほしかったな。あ大きいの来ちゃったからもうこの話も聞けないな。日本で、はい、あの僕ヒッチハイクでずっと正直ゼロスタートのでずっと回ってたんですけど、はいはい、一番怖かった話、あ日本で怖いの話かちょっと聞いとこ。あはい、あの、まあ、ずっとねヒッチハイクで回ってたんですけど、はい、山梨でヒッチハイクが捕まらんくて、うん、あの山の頂上をずっと歩いてたんですよ、はい、でもうほとんど車も通ってないしあれかなと思ってたんですけど、後ろからね、うん、急に鈴の音が聞こえるんですよ、うん、怖い怖い怖い、何何シリーンって聞こえるんですけど、はい、なんやなんやと思って、でそれがどん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 ね、あの近づいてくるんですよ、チリンチリンっていう音が、うん、で直感的に、うん、あこれは死ぬと悟って、うん、でブワーって走って、車が1台止まってたんですよ。どん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 助けてください、どん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 、なら急にこわもての4人組が何時頃でやって出てきて、そっちの方が怖いやん。いや、まあ、こっちは必死ですよ。でも お化けが鈴の音が言って、おお、まあ、分かった兄ちゃん乗りや言うて、で、まあ、次の町まで送ってくれたんですけど、まあダブルの意味でちょっと怖かったっていうので、もういやまあ日本でやばかったっていうか一番怖かった話ですかね。まあそういった体験がまあありながら、もうなんか見てるお母さんの気持ちになるとも切なすぎる。あいやいや、なんか同じ名前息子こんなんやったら、あ お母さん、お母さんじゃないですか。今ママ、お母さんの立場で聞いたらもう何しとんねんって、いやいや、そんなんさすために産んじゃんちゃうねんって言いたくなるかもしれへんなって思っちゃった今もう。まあでもその経験があって、まあ今があるんで。いやそうだけどさ、はい、あんまりそんな一人でそうだね、よかったねとは言えないな今の。まあいいや、まあ日本でね、うん、その所持金ゼロ円であちこち行くっていうのはまだちょっと待って、うん、なんでそんなことしようと思ったんですか。いやもう単にお金がなかったんです。いやほんまにお金がなかったんで、でもまあなかったけど パフォーマーになりたい、パフォーマーで活動有名になりたいっていうのもあったけ ど、ね、日本で募集したけど有名になることはなかったんで、誰も日本で募集してるって知らんでしょ。こうまああんまり発信もしてなかったんでね。でしょ、もう言っといた方がいいんじゃん、はい、日本を募集した男とかなんかもう、はい、ね、なんかアジアで死にかけた男みたいなのついたらちょっとバズるんじゃない。あいやいや、はい、日本募集しました、アジア待ってます。そういうのちょっとつけたら日本募集ってないねんってなるじゃないですか。ハッシュタグ日本募集とかって入れといたら。まあ、でもね、日本って実際回ってる方いらっしゃるんであまり珍しくもないんですよ。いや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 、はい、そこで付加価値つけるのがもう
アジアで死にかけたけど日本語習できたりみたいな、ね、さすがお母様あでしょ、ママせっかくの経験ちょっと金に変えなもったいないよ、はいはいはい、ありがとうございます。そのさらっとなんかすごいことをちょっともうちょっと笑かす練習しようか、あとで勉強させていただきます。ちょっと勉強させていただきます。何回聞いてもやっぱ面白いってね、はい、仕上げるんで、まあ、また次回はの楽しみにしてください。勉強させていただきます、はいはい、まあいいや、はい、で次どんな話しようかな。はい、え、どんな話する？どんな話する？え、どんな話ですか？はい、どんな話ですか？どんな話聞きたい？ウエッチ私はもう今ちょっとお腹いっぱい、はい、一番聞きたいのはね、うん、その海外に、うん、その所持金5000円でスタートで、うん、片道切符で行った、うん、で、それで、うん、何をどう得ようと思った？もともとね、だから日本回ってた時からずっと思ってたんですよ、うん、海外でずっと活動したいっていうのがあって、うん、で、まあ、ニューヨークとか、うん、あるやん、あもうエア代が高いんで、うんだよね、だそれがもう、うん、帰る切符がシンガポールまでやった、まあ、でもさ、よく帰ってこれたよね。いやいや私そこはなんかすごいなと思って、はい、ありがとうございます。帰ってこれたんね、不思議な話、はい、日本からやとそこそこするけど、うん、向こうで買うと切符安いのよ。まあ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 、いやでもさ、うん、そんだけ稼いで帰ってこれたってことでしょ、うんうん、まあカード持ってたんでそれはそれはエクスペディアで買ってましたけどちょっと思んないよ。ああいや実はちょっと言われちゃったら、まあ、いいや、はい、どんどん進めてよ。どんどん、はい、進めましょう。ずっと、はい、そシンガポールから、うん、マレーシアに行ってでタイに行って、はい、でその陸路をこうずっと、まあ、バスとか、うん、はい、どれくらいの刻み？ああそうね、その移動距離ね。そうそうそう、うんうん、例えばここであのお金が途絶えたからこの町で稼いでっていうパターンでこう行くわけやん。ああもうでも最終地はタイ？あそうですね、タイで、まあ他あの、まあ、単品で香港と、ま、マカオと台湾2回行ってるんで。台湾はどっちかってやりやすいんだよね。ああいうパフォーマンス、うん、やりやすいけどそこまで、ね、やらしい話投げ銭が ね、まあ、チップが ね、あれでしたけど、集まる金額が知れてるんよね。シンガポールがほんまに半端じゃないぐらい良かったんで。シンガポール割とね物価もね物価高いんですよ。そうなんですよ、物価高いんですよ。ちょっとご飯食べようか思ってもシンガポールが一番高いね。いやでも屋台街とか行ったら結構ね安く食べれるんですよ、うん、本当に日本円で2、300円ぐらいで美味しいご飯食べれるんで。屋台街ないんじゃないの？え？まだあるの？あの中華街とか行ったら全然普通に、はい、なんかなんだっけ、なんかなんとかマーケットみたいなのなくなくなく、ナイトマーケット、うん、あ、そう、あれはタイなんじゃ？タイ違う、まあいいや、まあ置いといて、まあまあまあ置いといて、そんなことで時間はもったいない、はい、はいはい、なるほどね、そうなんですよ、はい、え、どんなとこで寝てたの？あ、空港です、空港、はい、仕事終わって空港で寝に行く、空港のベンチで寝てました、はい、安全だから？あ、そうなんです、兵士がねライフル持って回ってくれるんで、あの安全なんですよ。お金もね取られることもないし見張ってくれてるんで、で、まあ、寝やすかったですね。本当に安心して寝れるんで、でまあシャワーはビーチとか行ってフリーシャワーとか浴びて、はい。生きる力がすごいね。ありがとうございます。いや本当に。はい、這い上がってきました。ね、ちょっとタイなんかでも困ったんちゃう？トイレさえもお金いるところ多くなかった？ああ、まあでもタイはもうほとんど、うん。稼げなかったんでもう結構スルーですね。あ、そうなんや。まあ、マレーシアとタイはもうスルーです。タイは結構住みにくいっていうか、うん、あ、何にしてもお金いるもんね。まあまあね、もうちょっとやらしい話になってきたからコマーシャル行っていいですか？はい、コマーシャル行きます。いってらっしゃい。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV だ。あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか？ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー、おかえりなさーい。はい、エンディング告知タイムなどなんですけども、はい、まず告知としたら、はい、アメブロって書いてあるんだけど、アメブロ？あ、そうですね、まあ、ブログと、うん、まあ、あと YouTube と結構更新してる？
もう毎日更新してますね。すごい。えらいえらい。もうさっき言ってた TikTok のやつそのまま載せてるだけなんですけど。でもすごい。でも、はい、まめにやってるね。やってますやってます、はい。なかなか続かへんもんな。続かん。ありがとうございます。あでも全部一緒ですけどね。全部やってる SNS、うん、そのまま載せてますね。うん、あのもう TikTok から LINE をっていうかやってるんで、うん、はい。そうメインはもう TikTok とインスタですね。インスタ、うん、はい。フォロワーどんどん増えてほしい。いやまあ。TikTok のおかげで、まあね、まあ、だいぶ増えてますね。素晴らしい、はい、まあその、パフォーマンスのスタイルを見たいんやったら、うん、YouTube で見てもらったりもできるんですか、ね、そうですね、 YouTube もそうやし、まあ、でも TikTok やっぱり一番見たい欲しいかな、はい、じゃあ皆さん TikTok ぜひ応援してください、うん、はい、はい、黒歴史バルーンパフォーマンスまで、ねね、検索していただいたらインスタはどんなの載せてんの。インスタはもう普通ですね、あの活動の話とか、うん、もうここのね、うん、番組やってる時の話とか、うんうん、で一番聞きたかったんやけども、はい、そのゼロスタイル、はい、ゼロスタイルってどんな番組。はい、ゼロスタイルがね、うん、表現者の原石の方にゲストに出ていただいて、その方たちの可能性に迫るトークバラエティ番組を作ってます。なるほど、はい、よくできました。はい、毎月、第1週目、第3週目の深夜12時から、うん、やってます。はい、ね、毎回ね、まあ、表現者の方ゲストなんで、うん、まあ、パフォーマンスとかしていただいたりトークしたりとか、うん、無茶振りしたりとかやって、ね、まあ、楽しい番組になってるか黒歴史になってるかは皆さんにねちょっと確認していただいて。うち一回出てきて。え？うち一回出てきて。出てきて。いや、中華。見たいから。めっちゃツッコミが、ツッコミが、もう。私怪我したくないから先出てきて。先出てちょっとその様子見てから出るか出ないか考えるわ。あのスタッフのことも、うん、スタッフの方も結構巻き込んでここに出てもらったりしてますね。はい。ちょっと様子見ながら、ウェッチ先とりあえず出てきて。ゼロスタイルに。はい、はい、ありがとうございます。体験してこ。来ないと分かんないでしょ、ぜひ、はい、いや僕何本か見たけど、はい、まあまあもう賑やかな番組。ありがとうございます。ありがとうございます。2回顔されてますけどね。はい、まあそんな番組をやってます。よろしい、よろしいです、ね、ゲストさんの影が薄くなるときあって。ごめん、言ったらないやけど、それは目から鱗と一緒やからな。そんなことはないですよ、ちゃんとゲストの方立ってますから。いや本当に、はい、メクソハノクソ笑うみたいな今イメージでしたよ。本当にね、あと一つ聞きたかった、はい、そのゼロスタイルっていう名前の由来、はい、っていうのはどう。ゼロスタイルもゼロからの再スタートっていう意味で、うん、あのこの番組名つけたんですよ、うん、この番組やる前にもう全部今までやってきたことがダメになって全部なくなっちゃって、でどうしようと思った時にでこの番組の話が来た出てきたんで、うん、ゼロからの再スタートで、まあ、いろんな人の可能性をちょっと探っていこうという意味も兼ね合って、うん、ゼロスタイルという番組を、はい、ここはちょっと真面目にねちょっとお話しさせていただきましたけども、こんな感じでやってるんですよ。女の子2人、はい、若い女の子2人、はいはい、入れ替え入れ替わり立ち替わりなんか出てて、はいはい、歌も歌ってるよね。あのあシンガーですね、2人とも、ね、はい、そうなんですよ、はい、まあ、皆さんぜひこちら見て、またぜひ見てください ね、どんな番組かぜひ見ていただけるといいかと思います。お二人もね、ぜひぜひまた遊びに来てください、まあ、はい、怪我しない程度に、怪我せん程度に、体力つけてから行きたいと思います。はい、ありがとうございます。いや本当にちょっといい仕事したんじゃない、まあね、今日とりあえず触りということでね、はい、またちょっと一遍またあの、はい、鍛えてもらえたいと思います。はい、では、さよなら、バイバイ、ありがとうね。僕は君の大人のおもちゃさ。